はい、どうも皆さんこんにちは、きんちゃんちゃん、きんちゃんです。今日はね、まあ僕対ニャンピーターのチャレンジやっていきたいと思います。今回はエンジェルサイクロンですね。編成はこんな感じ。あ、ちなみにこれ別のアカウントです。別のアカウントでもう結構最強のところにね、もう来たから、最強の方になったから、レジェンドストーリー全部クリアしました。はい、ありがとう。まあ、そのチャレンジは何なのって思うと思うけど、まず僕がこれをやって、ストップウォッチで記録を測ります。そして、ニャンピューターの方も記録が上がって、それでどっちが早いかとね、競う感じのものです。はい。じゃあ、やっていこう。僕、この曲好きですね。天使は、あ、まあ、レジェンドサイクルのね、あれ、浮いてる敵がね、効かないんですよ。じゃあ番長のね、浮いてる敵を止めるとかも効かないんですね。とりあえず、差し込むのがそうか。壁の量がすごい。おっと、メタルサイボーグが。メタルサイボーグだよね。いや、首の振り方おかしいって。あー、おーおーおー、エンジェルサイクルに出てこなかった。48秒やったー。僕めっちゃ早い。やったね、めっちゃ早い。48秒やばくない？はい、僕の記録48秒覚えておいてね。まあ、覚えなくてもいいけどさ、動画見返せばいいの話やから。じゃあ次、ニャンピューター、ニャンピューターのチャレンジ。さあ、ニャンピューターは何をする？おっと、リスが攻撃してるぞ、もしろ。コントローラーに振動がすごい。おお、シシコの上で待ってたか。メタルカバーみたいにちょっと押されてる感じですが、もうメタルサイボーグ出ちゃったよ。どうする？多分ね、さっきの僕の記録より40、あ、もう50秒いったよ。48秒多分ね、あれ最高記録だと思いますね。あれもう僕、あ、48秒以内にクリアしたことないから。あれ、あの白いなんか変な黄色い輪っかがついてるのはエンジェルサイクルですね。ニャンピューターは何を待ってるの？おうおうおうおお。1分30秒いきました。おっと、あ、はい、記録、ニャンピューターの記録1分34。そして敗北したので僕の勝ちです。イエーイ。48秒と1分34でおまけにニャンピューターは敗北しました。グッドゲームかどうかはわからない。まあね、次はね、アンドロメダやります。アンドロメダはね、サイクロン全部が出るんで、多分結構きついと思う。けどまあ、頑張ります。はい。まあ、ニャンピューターほとんどなんか敗北してるもん。2回ぐらいしか勝ってないんじゃないの？2回か3回ぐらいしか勝ってないよ。ニャンピューター。
ステージをクリアしてない。そしてそしてね、なんだ、うん、まあね、次はね、アンドロメダね、あれチャレンジしますんで、僕対ニャンピューター、最後まで見てくれてありがとう。じゃあ次は見ていってね、チャンネル登録高評価してね。じゃあのー。